弾き飛ばされただけだった。おいしょおっしゃ来た。イエーイ、ダウズワン、一人ダウズワン来ました。具合のいいルアーズで、ダウズワン飲み物説できるかやってみたいと思います。来たー。いやー、シーバスに来たなー。入れ食い始まりましたね。これは多分口火を切りましたね、山田さんが。俺です。うわぐわもう早くて終わりです。うわ死んだ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 。いや、原さんルアーがちっちゃいんですよ、ちょっと多分。はい、いや、これ何時前も7割おお。マイクロション投げたら今とりあえず3投で3回やった。すげえ。はーい、こんなカリンカリンで、すげえな、やっぱ。おお、すごい、でかい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 。今、うん、いいサイズでしたね。長めの雰囲気でしたけど、いやー、でも確かにこの波でダメなんですか。おかわり少なめですね。全然バレなそう。安心感がありますね、なんか。ちっちゃいバイブレーションも扱えるな。うん。レンジバイブですか？いやいや、これ、なんか。ああ、なんか出てた。大丈夫やつのバイブレーション。リアルスティー。はいはいはい。金属製？金属系とか。会社でもらった。よいしょ、よいしょ、よいしょ。甘ペン入れ食いっすね。すごい、だー、イエーイイエーイ。ここでこのダズワンだろう。うお、すごいすごい、入れ食いだ入れ食い。どうですか原さん。あ、二人とも原さんの抜いちゃいます。須田さんのお手伝い係。よいしょ。いいな、糸太いと。これは抵抗が。いやー、すみません、奥まで行っちゃいます。あ、でも手前で、はいはい。なんかダウズワンチャンスの感じがするけどな、ちょっと違うんだな。入れ食い？おお、ちょっと見切るんだ。おお、ちっちゃいんだ。魚がちっちゃいですね。まあでも、おお、やっぱ爆上がりですね。いやー、気持ちいいな、気持ちいいな。あ、もう須田さんも何匹釣ったかわかんない。一等まだ許可になんないですか。いい加減にしてくださいよ須田さん、本当に。もう釣ってくださいよ須田さん。また手がかかるか。全部いい。すごいファイトだ。
の超絶あ、でも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 、うおっしゃ、うダメか、うっきた、ダメか、投げる前から入れ食いだ。もうこれは勝ったも同然ですね。お、すごい。まさにな。ありましたね。ウッフー、ウッフー、ウッフー、乗った。ピチ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 。おお。おお。すげえ。せっかく抜いたのにタモリが待って。弾き飛ばされただけだった。おいしゃー。かかった。いや、なんとかいけます。いや、いけます、いけます、いけます。いや、いけます、いけます、大丈夫、大丈夫。スペースだけ、スペースだけいただければいけますよ。よっしゃー。さあ、さあ、前回とは全然違うね。イエーイ。結構でかくない？今の今の撮ってなかった。今の録画失敗してました。マジで今の欲しかったな。足元でガッバーンな、かっこよく撮れんすよね、 4K だと。あ、まだ出る、まだ出る。ここちょっとサイズいいっすね。なんかちょっとサイズ上がった。さすが山田さん。おお、すごい横飛び、いい横飛び。ダウズワーク、ダウズワーク、ダウズワーク。うっほー。お、ぶち折ってやる。くそ、こんなさ、折れるもんなら折れてみろ。よいしょ。バッキーが強いな、この作法。これはあのシマノのシマノのなんか一番強いやつです。いい、ダウズワン飲み物ですね、これは。追い食い、追い食いでございます。イエーイ。ね。よいしょ。ぶっといっすね。綺麗な続き。じゃあ逃がします。おい。で、シマノのスコーピオン MD にシマノのバンタムの170、UH の SB っていうサービス。これだとパワフルに戦えます。じゃあ引き続き頑張ってまーす。イェイ。はい、というわけで帰ってきました。千葉県のね、林優先さんにお邪魔してですね、買ったばかりのこちら、ダウズワンをね、投げ倒してみようっていうことでね、これ以外にもね、いくつかね、ルアー投げてみたんですけども、なかなかね、ほんと反応のいいルアーでですね、これは使いやすいなということで、で、最近使っているね、手作りロットとは別にね、こんなね、タックルでも使ってみましたよっていうことでね、これね、シマノのバンタムですね、それの170の UH の SB っていうね、非常に重たいルアーまでね、投げれるよっていうね、こういった竿で使ってみようということで、これね、バンタムの中でもなかなか、強い竿で、それにですね、これはですね、スコーピオン MD ですね、スコーピオン MD の、右巻きのですね、モデルですね、こんな感じで、300XG の LH ってやつですけども、
これに PE ラインね、太めのやつ、これこれは PE ライン5号だったかな、それにリーダー80ポンド結構ね太めのリーダーを入れて、タックルをね、組んだね、こういったね、セットで使ってみました。あ、まあ一日中やるとですね、ちょっとね腕がパンパンになるんで、この手のルアーだったらもうちょっとね、弱い竿でいいんですけども、なんかねでかいのが出そうなね気配があったんで、魚をねかけてからはですね、なかなか勝負が早いので、こういうねちょっと強めのタックルで試してました。で、引き続きね、こちら、ダウズ1ですね。これをね使ってみて、まあね今年ね感じたことをね正直に言うと、今年ねこういうねちょっとね一番大きいサイズ、220とかを超えてくるね、サイズのねペンシルとかがちょっとね釣りづらいのかなってのは感じました。もう少し小さいね、動画の中でもやってましたけども、16センチ台のアマペンであるとか、あとは今カツのスラムドッグモンスターとかね、そこら辺でねボッコボコにね釣れるんですけども、それで、あ、これで超巨大ペンシルいけるんじゃないのっていうことでね、ヒュージペンシルとかメガドッグとか、あとはこの新しく出たですね、ダウズ1とかね試してみるんですけども、例年よりはねまだねちょっとね、なんだろう、反応が、釣れなくはないんだけども、もう少し小さめのボリューム感の方が釣りやすいっていうね、こういったね印象があります。だからまあこれねダウズ1のね220っていうことですけども、なんていうかダウズ1180とかね、あとまだね店頭に並んでいないメガドック180とかね、あそこら辺のサイズ感が今年はね、ベストマッチなんじゃないかな。ただね、出しどころとしてはそういうサイズのルアーでこうフックがね、いっぱい釣れた時とかにこういうちょっとね、ボリュームの大きい針の大きいルアーを使うことによって、さらにその上のね、サイズが狙えるんではないかなということで、よくね先輩とも話してるんですけども、その小さいやつが、食い損じて食い切れなくて、でその周りにいたランカーサイズが、あ、俺もって感じでスイッチが入った時こそが一番まあランカーが釣りやすいねタイミングなんじゃないかなっていうことで、そういった感じで、まあ周りがめちゃくちゃ釣れ盛っている中でこういったサイズを投げ切ることによって、その周りにいたですね、お、なんか若いのがなんか元気に餌追っかけてんな、俺も行っちゃおうかなって気分になった、ね、そういった大きいサイズね、これを狙い撃ちして釣れるんじゃないかななんていうのはね感じてね、まあタックルなんかもちょっとこついのに変えて、チャレンジしてみました。まあランカーサイズはね出なかったんですけども、それでもねなんか流しによってはこれのボリューム感がね効いたんじゃないかなっていうね、そういうバイトシーンもね、いくつか見ることができたんで、まだまだね引き続き、投げてみようと思います。でまあね投げてね結構な時間ね、なんだろう、しゃくってみましたけども、案外ねやっぱね塗装が強いなと思ってね、ジャッカルのやつねなんかねこんだけザバッザバってね、首振らしてる割にはなんていうかフックサークルとかもね、そんなにねめちゃくちゃつかなくてですね、まあ多少ねやっぱつってこうギリギリとか動く関係でこう歯型とかはついてきますけども、なんだろう、比較的塗装が強めだなってね、もう歯型とかねフックサークルでボロボロにしてやると思ってね結構強めのね、ジャークを入れまくったんですが、なんか綺麗なもんでしょ、よく見るとまあフックサークルもついてますが、ね、結構ね塗装の持ちがいいななんていうのはね、1日、まあこれでね今回のダウズ1で釣ったのは最後になるんですけども、こんな感じで、保っております。で、フックの方もね、サビも出てないし、結構ね強めのいいフック入
入れてくれてるのかな、まあ、ここら辺がね、錆びてきたらちょっとお気に入りの、違うところの針に変えてみようかななんていうふうに思うんですけども、まあなんというかね、まあ、ほぼ1日ですね、投げ倒してなんとなくね見えてきたところもあるので、これを参考にですね引き続きですね、秋のランカーシーバスを狙っていきます。はい、というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、まあダウズワンね、1日投げ倒してみた、あらこんな感じで釣れたよっていうね、動画をまとめてみました。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。